城南宮義東殿城南宮は京都市伏見区にある神社。旧社格は不社。片所の大社として知られている。拙者のマハタキ神社は式内社であった。創立年代は不詳である。平安戦都の際に国のとたちの村を八千鉾の神と沖永大日売り御子とに合わせ祀って創建された。城の南にあることから城南神と称した。 白川天皇が、とばりきを造営してからは、その一部となり、利休の陳守者として、代々の天皇や、上皇の行幸がしばしばあった。また、後代になると、京都御所の裏基門を守る神となったことから、貴族の片たがえの宿所となり、片よけや役除けの神としても信仰されるようになった。室町時代の頃からか、この地にあった、真畑神社を取り込んでしまったようである。 王仁の乱などの戦乱で荒廃したが、江戸時代になって復興された。幕末の文久三年には、孔明天皇の上位祈願の行幸があった。新政府軍の掲げる、錦のお旗の前に、旧幕府軍が総崩れとなった、慶応四年の戸ば、伏見の戦いの主戦場となったものこの地である。1876年には、式内社、真畑神社に否定され、社名を、 マハタキ神社に改称した。しかし1968年に城南宮に復し、マハタキ神社はその境内拙者として境内に新たに社殿を設けて奉仕されることになった。1977年に本殿が消失するが、翌1978年に再建された。近年では転居、旅行の役用計から転じて、交通安全の神としても広く信仰されており、 毎年7月には自動車の茅野の枠ぐりが行われる。中根金策の策定。本殿に向かって正面にある赤い鳥居はよく見ると変わった様式となっている。これは城南宮鳥居と呼ばれ、基本型は神明鳥居に属するが、中華に饅頭があり、胸の部分にしまき、笠木を重ねて、さらに屋根を吹いている。そのしまきの正面中央に、 新門の金具が打たれている。上南宮に隣接する国道1号には1965年から2010年まで、ドアの架け橋という名の歩道橋が架けられていた。これは、上南宮が地元歩行者と参拝者の安全を確保するために、私費で設置したものであり、道路専用施設として、上南宮が管理していた。 近隣交差点の横断歩道設置による利用者減少と老朽化のために撤去が決定し、撤去費用を城南宮が全額負担した上で国土交通省に撤去工事を委託して撤去された。ありがとうございます。